どうも皆様こんにちは。今日はですね、今日から配信されましたポケットモンスターバイオレットスカーレットの緑の仮面始めてみたいと思います。よろしくお願いします。さて適当にストーリーを見ていきたいと思うんですけども、いきなり電話がかかってくるんですね。ロトロトロト。あ、ジニア先生。アカデミーでは毎年この時期に他校と合同で林間学校を実施してるんですが、はい、なんとメンバーに選ばれたということで、行き先が北上の里という東方の地です。まあ、東北あたりなんですかね。北上山地なんてのもありますんでね。今回は参加人数を絞ってまして、行けるのはすごい確率なんですよと。あ、強制ではないんだ。まあ、まあまあまあ、でもせっかくの機会なんで行きましょう。エントランスホールに行こう。はい、来ました。エントランスホールの、あ、この人かなですね。神社くんが言っていた林間学校の生徒はって言ってますんで、はい、誰なんでしょう。とても輝いてるね。ブライア先生、この方と一緒に林間学校に行くんすね。すいませんと。入学早々林間学校に行けるなんてって、まだそんなに時間経ってないのかな。入学早々あれから結構経ってる気がしますけど。はい、ブライアだよと。伊州地方の学校の教務主任さんなんですよ。で、今日は、今年ブルーベリー学園の生徒が印刷をするので、迎えに来た。はい、おお、北上の里もテラスタルの現象が、パルデアと同じような現象が確認されている。ポケモンリーグやクラベル先生の許可がないと。まあ、本当は行ってみたいんだろうね。うん。林間学校は宝山地の舞台をパルデアの外まで広げられる、またとないチャンス。はい。お、図鑑アップデートが入ります。北上図鑑が追加された。
さて、北上の里へは飛行機やバスを乗り継いでの長旅になる。そうだね、ここ一応外国だもんね。その北上から見たらね。で、まあ準備はできてるんで、何もすることないんで、行きましょう。はい。特に何もないよね。メンバーはくじ引きで決めて、みんな初対面との情報。引率としてブライア先生もついていくんだけど、バイオレットブック、昔そうですね、重要なキーアイテムでしたね。知っている。世紀のオカルト本、そう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 、昔のねポケモンの情報とかが載ってるやつで、その本の著者ヘザーは私の先祖にあたる。あ、ブライア先生の先祖なんですね。オリジナル本を持っている、すごいっすね。あ、これか。出版された本では塗りつぶされて読めないページが、オリジナルには載っている。お、円形の、違う、円盤のポケモン。観測隊員とはぐれたとき、大穴の奥底で私は不思議な物体を見つけた気がする。あー、これがね、本当は、こう書いてあったんだけど、出版された本には、この部分が塗りつぶされて、出版されたんですね。ポケモンなのか、生きてる、のか、それすらわからない謎の存在。彼の外角は六角形が多層的に重なった構造になっており、宝石よりも光り輝いた。円盤ですか。円盤のポケモン。で、仮にテラパゴスと呼称する。おお、テラパゴスを追う話がもう始まるんですね。テラパゴスを見つけ、ヘザーの正しさを証明する。とはいえ、エリアゼロに入る許可は未だ得られていない。はい、じゃあ行きましょう。あ、ちゃんと飛行機で行くんですね。で、ここでタイトルが初めて登場する。前編、緑の仮面。飛行機とバス座りっぱなしでお尻が痛いわ。着いたね。北上の里。あ、もうなんか光ってんじゃん、そこに。林間学校の舞台。いや、のどかですね。その先は水力タウン。あそこを拠点とするのね。おや、気分が悪い。この先、水力タウン公民館の管理人さんまで知らせてくれるかな。はい。あ、了解了解。行こう。はい、では水力タウンに向かおう。あそこっすね。乗れる？乗れない。未来ドン乗れない。まだ今はポケモンも使えないし、
あ、田んぼとかすごいっすね。ん、ポチエナアイテムは広いんだね。あそこにもあるな。いけないか。よっと、ここはダメかな、田んぼ。あ、入っちゃった。ちょっとよそ様の田んぼに無理やり無断で入っちゃってごめんなさい。あ、ドウパー。変異にいろいろいますね。この方はトレーナーさんかな。田んぼ、田んぼの稲が実ったらお米ができるのよ。そうなんね。ちょっと上いけないな。よし、着いた。水力タウン。姉ちゃん、あれあれ、誰？二人とも前髪が特徴的な、かっこいい。ありがとう。すぐりさんとゼイユ。よそ者は入れてあげない。なんだと？どうしても入りたいなら勝負しなきゃダメ。あ、そうなんだ。弟は無視していいから。あ、あちら弟さんなんですね。お、妹かと。勝負。ちょっと待って、まだポケモン用意してないよ、何も。やばい、手持ちなんだっけ。マスカーニャ。ようこそ来た神へ。まずは土の味噛みしめなさい。怖いっすね。うわー、どう、まあやるしかないよね。余裕で。まあ最初だからね、最初のトレーナー対戦なんでね、余裕っすよね。ポケモンをそのまま戦います。ロコン欲しいっすね。ロコン出るってことは、多分あの白いアローラロコンもいるのかな。もしかするといないかもしれないけど、持ってこれそうだよね。うん、余裕。チャデス、チャデスってなんだ。
このまま戦うチャデス、新しいポケモンでしょうか。チャデス、お、チャデス、チャですね、チャか。チャデスって何、ゴーストタイプ、あれか、ホットデスの和風バージョン。まあ余裕だけど、チャデスは倒れた、これで勝ったね。でこれで勝ったんで入れてもらえるのかな。ワヤジャ、ワヤ、ワヤジャ、なんだワヤジャ、私の射程として村に入ってもいいってことに。あはは、この人が管理人か。そうです、アカデミーから来ました。村でいろんな施設を管理している管理人さん。さっきあの兄弟から変なことされませんでしたか。しましたね、あの人たち。はい、特にゼイユは昔からどうも手がかかる子で、ご迷惑をかけてたらすいません。まあそうね、いきなり吹っかけられたからね。バス停で体調の悪い生徒さん、そうそうそう、忘れてた、そう、それそれそれ、先にそこの公民館で待っててください。では待ちましょう。あれが公民館ね。でポケモン図鑑更新されました。え、図鑑ってどうやって見るんだっけ。こうか、北上図鑑とポケモン図鑑、北上図鑑を見ればいいのね。ああ、ポチエン、さっき戦ったね。で、ここいない。グラエナか。ここはヌオー。これアーボックかな。これがマダツボミ。オタチ。ここはなんだ。うー、誰これ。知らん。まあ、ここキューコンだよね。で、これが、ニョロトノ？ほうほう。ってことは、夜のズク。違う。エテボース。なんと。誰？丸い。丸いポケモン。は？あ、もしかして、ウリム。とマンム、うん、あれ、ウリム、マンム、イノム、あれ、なんか抜けてんな。まあいいか、とりあえず行きましょう。あ、みんな来ましたね。はい、こちらが公民館。これから皆さんが寝泊まりする施設です。予定ではブルーベリー学園の生徒さんと合同で宿泊。あ、ブルーベリー学園の、ん？のはずだったんですが、ブルーベリーさんは来れなくなったのかな？あの子たちはこの村が故郷だからね。ってどういうこと？うん。まあ、ブルーベリー学園は確か、この後の後編、青の円盤で行く学校っすよね。同窓で大丈夫ですよ、と。ここがフリースペース。テレビを見たり雑談したり。
食堂とトイレと、まあいいか。はい、ではよろしくお願いします。いきなり晩ご飯か。うん、ごちそうさまでした。夜は自由行動ですが、林間学校本番は明日の朝から。寝坊しないように早めに寝ることで、あそこが休む場所なんだね。ポケモン図鑑が更新された。結構いちいち更新されますね。ようこそ。観光支援をしています。お持ちのスマホロトムでバッグを開いた時の上下の枠の色、あー今いる場所によってね、マップで変わるのまま。うん、でこっちがなんだっけ、トイレだっけ、だね。ここ男女だね。でこっちはなんだ、特には入れない。よし、じゃあ外に行くか。あーやってるって、やっちゃってますよ。外で焼くのやめておこう。そうなんす、始めたばっかなんですよこれ。今日はもう休む。休むね。そうなんですね、5時から。おお、まあね、大体みんな日中やってたから、ちょっとね、ちょっと遅れ気味ではあるんだけど、まあおさらいの意味で見て行ってねって感じで。なんかブルーベリー学園の生徒も今日から合流。この人ブルーベリー学園の人なの、ゼイユ。とこの子もすぐり。まだストーリー終わらないよって。そっかそっか。まあ結構長いのかな、しっかり。林間学校の課題を説明しますね。オリエンテリングをします。うん、2人1組になって北上の里に設置されている3つの看板を見つけてもらいます。はい、北上の昔話が書いてあるので、それを読んで歴史を知ってもらい、看板と一緒に2人のツーショット写真を撮影。おお、オッケー。ロトリボウ、なんだロトリボウ。スマホロトムがと乗ってくれる棒。あーああいう棒ね、自撮り棒のことね、ロトリボウ。X ボタンを押すとロトリボーを使って撮影できます。あーそうなんだ。キメ顔エモートナウイ。
できるだけ他の学校の生徒とペアを組んで合流交流するようにって言ったら、この2人のどっちかだね。ちょっとお姉ちゃんの方癖が強くてね、弟くんにしようかな。選べる、選べない。他の生徒と合流しよう、交流しよう。こんにちは。ん？私らと交流、なんか嫌な感じっすよね。はい、お、こっちが気になってんのかい。意外とこの弟くんが強かったりしてね。お、あ、でも勝負か今から。いいよ、はい。ワヤジャって、さっきも言ってたけど、ワヤジャってなんだ。ケッパル、ケッパルってなんかどっかの方言ですよね。ワヤ、ケッパル。おお、おたち、岩手弁。あ、そうなんすね。ケッパル、そう聞いたことあるけど、なんだろうと思って。そっかそっか、岩手か。やっぱそうなんすね。北上ね、北上さんとか北上高地とかありますもんね、あっち。東北地方か、なるほどね。弱点いっぱい疲れてる。そうなんです、狙いました。ワヤジャ、ワヤジャ、レベル差があるからね。向こう60でこっち100ぐらいあるし、まあ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 、負けて当然でしょう。お、いいんじゃない、弟くんと2人で。行きましょう。その通り、スムーズにペアが決まったようですね。決まりましたね。傷薬やモンスターボールなどは買い物してくださいねって。野生ポケモンは倒したらあれだから。あー、なるほど。村の西のリンゴ園の先、トモッコプラザから行くのがいいよ。わかった、じゃあ言う通りにしよう。村の西のトモッコプラザね。野生ポケモン倒しちゃうもんね。
じゃあクイックボールぶん投げていけばいいのかな。看板の前で写真を撮ろう。マップってどうやって見るの？こっちか。L、R で切り替えできます。L、パルデア、R。こういうことか。で、西、これね。ここ。向こう側ね。よし、乗っていこう。道がない。あとインドメタシーン、リフレクター。なんか速攻でボール投げる。あ、いた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 。なんかアルセウスやってたからそのままボール投げたくなるんだけど、こうだよね。モンスターポケモンに当たってからのボール選んで投げる。なんかちょっと感覚が。クイックボールとか投げちゃおう。あったっけ？あれないかも。あったあったあった。おたち。よっしゃー。こんな感じね。図鑑更新。いやー、いいねいいね。いっぱい新しいポケモンが増えて、さてさて。おー、なんかいた。なんだ、ムックル。ムックルって捕まえいなかったっけ前。初、いや、いるな。あれ、ムックルってあれ、ムクルいなかったっけ。いたよね多分ね。もう忘れた。パルデア図鑑にいたかどうかすらわからん。あー、触った。おー、クルミル。こいつはまだ捕まえてないね。よっしゃー、クルミルも乗ったね図鑑にね。オッケー。おお、ネギちゃんいらっしゃいませ。そう、やっとね始めたんすよ。なんかパーティーダメだな。一回変えよう。これ何のパーティーなんだろう、わかんないや。適当に選んでる。あれ、あ、でもいいのか。一回いっか、別にこのままで。じゃあさっさと、写真撮りに行こう。こっちへな、モタツボミ、捕まえとこ、どんどん。もういろいろ捕まえてこう。おーし。次、ポチエナ。なんかちょっと画面綺麗になってる？いや、そう、気のせいか。マナツボミとポチエナ、いた。あ、あそこに大太刀がいた。捕まえよう。待て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 、どこ行った大太刀。あ、いる。いや、すんごい捕まる。なんだこれ、大太刀。あ、なんか触った。誰、アーボ。いっぱいいますね。なんか初登場のポケモンたちが。
これは楽しい。はい、次。どんどん図鑑が更新されてく。でもまあ、まずはポケモン図鑑を埋めることが先決よね。何を育てるとか、それはまた別の話で。とりあえずどんどん捕まえていこう。なんか本当アルセウスやってたから感覚がちょっと不思議な。おおっとやられた。うん、捕まらない。クイックボール無理か。はい、ごめんなさいよ。ボックス、なんかいたっけかな。エルレイド、峰打ち要員だった気がするんでね。そうだね、いざという時はこの子で絶対捕まえてる。こいつコメントが画面に反映されてない。なんだ、ちょっと待ってください。ちょっとおかしいな。ちょっと設定オーバー、なんか変ですね。本当だ、ちょっと待ってね。今いじります。あれ、なんでだ、なんか間違えたかな設定。これで大丈夫かな、もしかして。ちょっと怪しい。捕獲は機能合作。そっかそっか、機能合作か。うちはエルレイドなんですよね。こう、なんだろうね、峰打ち要員として。OK。ただ、クイックボールで捕まえちゃうっていうね。おっしゃー、これで、大太刀が捕まったんで、お太刀は進化させる必要がない。がいる。まあこれはいいから、さっさと写真撮りに行こう。いっぱいいる。写真撮りに行こう。またズボン、ちょっと待って、見づらい。トモッコプラザ来ましたね。ここのこれ？これなの？看板さ、一つ目、看板さ。行ったべ、俺。離れてついていくって。そう、看板さ読むんだけど、内容知ってる。まあそうだ、地元だもんね。昔々北上の里に恐ろしい鬼がおったそうな。鬼は村の裏山を根城にし、山へ入った人を驚かしておったそうな。ある日、怒り狂った鬼が山より降りて、村の者は恐れたが、偶然そこに居合わせたいいね犬様、ましましら様、そしてキチキギス様、3匹のポケモンたちが命をかけて鬼を山へと追い返したそうな。ほほー、あともう一人人影がありますね。亡骸を丁寧に埋葬し、その上にトモッコの像を建てた。向こうの広場にトモッコ像立ってんだ。
お兄様がかっこいいべ。ん？うん、どうなんだ。お兄様は仲間もいないのに一人で複数の敵を相手したのかっこいい。あ、まあ確かに。確かにね。あー、鬼に鬼いないね。わやわやを怒られただけ。わやわやってなんだ、たくさんってことかな。ひどく、ひどい、そんな感じか。看板と写真、そう。お、自動で撮れましたね。ありがとう。よかったらピクニックしてサンドイッチとかするの？ああ、もうやる気。やる気の人がいる。ミライドン。ライドポケモン。そうね、外国だからね、パルデア地方はね。アギアス。はい、次の看板、北上センターって施設の敷地内。北上センター、村に戻って橋を渡って山登んだ。よし、あぎゃ、行くぜいと思ったけど、なんか人がいるね。看板の前で写真を撮る。終わった、え、終わってない。これ、ここはわやは北海道弁めちゃくちゃ、あ、そうなんすね。トモッコプラザよ。写真を撮ろう。え、もう、え、一回撮ったよねこれね。撮んなくていいの、もう。あ、違う、次の場所で写真か。ここね、向こう側。今度はめっちゃなんとかっていう時にわや覚えましたよ。北海道とかか。ちょうどね、先ほど先日までそう、アルセウスやっててね、舞台が北海道だったんで、まあ何ら近いから関係のある人が出てきそうな感じはしますよね。あー、登れない。おお、滝すごいね。あ、洞窟がある。なんだなんだ、行きたい。落ちた。あ、嘘。アイテムも向こうにあるな。まあとりあえず置いておいてと。うん、君もちょっとごめんなさい。そのボールだけ欲しい。オッケー、瞑想で。洞窟は入っちゃまずっす。そうだな、なんかいる。ラルトスと脅しし。脅ししって前いたんだっけ。あ、いた。逃げる。もう本当何がね、向こうにいたか忘れちゃって。とりあえず触ろう。リククラゲは別にいいよね。うわ、ちょっと邪魔。トレーナーから金はもらわないと。よいしょ、トレーナーから金は、うん、金はよいしょ。はい、オッケー、満タンの薬。うわー、ちょっと待って、ごめんなさいよ。敵がちょっと見にくいっすね。糸丸ちゃん、
捕まえましょう。おーし、どんどん行くよ。うん。いとまる、あ、最初のところ、図鑑の最初だ。いとまると、なんだっけ、アリアトス。で、次がヤンヤンマ、カリキリちゃんだ。いや、いっぱいいるね。図鑑埋め楽しそうじゃのう。図鑑埋め、楽しいっすね、マジで。どんどん埋めてく、このポケモン。プレイ初期の頃のね、楽しみ。あ、向こうになんかいる。エイパムか。なかなか進まないよね、ストーリーがね。これちょっと楽しい。エイパムって、あ、パチリスも向こうにいた。おお、ちょっと、いやいや、これちょっと図鑑埋めはまあまあほどほどに。今日はその3つの看板を回るオリエンテーション、オリエンテーリング、それを先にこなさないと。なんか思ったんだけど、この今いるポケモンたちってさ、そのポケモンレジェンズアルセウスにいる子たちが結構いるじゃない。向こうから結構連れてこれそうな気がするよ。ほっ、せーの、よっと。もう近いのかな。ホームからの移動結構時間かかるで。ああ、そうね、ホームから、ホームってなんかちょっと遅いんすよね。ああ、なんだ、着いた、北上センター。どこから入るんだ、こっちか。本来ここから来んのか。お、なんだっけこれ、土鉄骨。うん、縁日風な感じですね。チリーンとかいるし。オシガリス、お、アメちゃんゲットでーす。カビゴンだ。カビゴンって見ればわかるような居眠りポケモン。そうだよな。うん、まあほんといろいろ持ってこれそうだけど、あとでゆっくりやろう。で、どうすんだっけ、その看板。カビゴーン、カビゴーンって、カビンゴ。北上センター来たけど、どこで写真、あれか、これか。2つ目。うん、ちょっと分かりにくかった。うん、看板読んでいこう。鬼は不思議な4つの輝く面を持っておった。ほう。かぶる面によって鬼が振るう棒の力が変わったそうな。あ、出ました。緑の面。緑の面をかぶれば枯れた植物を生き返らせ。赤をかぶればろうそくの火をゴーゴーと燃やし。炎タイプ。青だと
川の流れをせき止め、水タイプで灰の面をかぶれば固い岩もやすやすと砕いた。岩タイプ鋼？ん？うん。トモッコたちは倒れ際3つの面を奪い、鬼の力をほとんど封じたとされる。そっか。読んだ、読んだよ。うん。実質秘伝マシン。うん。実質秘伝マシン、なるほど。ああ、そうなのね。奪った面は北上センターに保管されている。高見センターってここだよね。鬼が好きなんだこの子は。はい、写真撮りましょう。チャット。で、次の看板はの前に鬼が住むって言われてる鬼ヶ山にはあそこから登れる。ちょっと行ってこよう。恐れ穴。地獄谷。恐れ穴。まあその辺か。行ってみよう。あ、先行っちゃった。珍しい。これをまっすぐ登っていく。あーっとアイテム。鬼ヶ山。道なりに上がっていけばいいのね。パッチ入り。まあいいや。捕まえるの後ね。あれ、これ道合ってんの？あれ道合ってる、これどうやって行くんだ。あ、あれか、道合ってんのか。いや、いろいろいるな。あ、なんだお前たち、なんだっけ、オンバット。アイテムはとりあえず置いといて、ウソハチ。ウェイ？鬼ヶ山を登って恐れ穴に行ってみよう。どこだ？ウソハチ。え、その、え、この上？ここ？え？その上？なんか間違えてる？石つぶてのかけら。なんだ？経験飴。誰？あ、ヤトウモリ。なんか道なき道を行っちゃいそうな感じなんだけど、大丈夫なんこれ。本当に合ってんの？こんなんで。いや、無理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 。下行こう。俺、正規ルートは甘え。え、ここから行くのかい？下、ズザザザザザ。おお、下来た。ここなの？道が分かんなくてね、ほんと。ここでいいのか。着いた。まあ何でもいいか、つけばね。うん、道が分かんなかったけど、まあ未来丼がいればどこでも。あそこね、恐れ穴。
う一回バトルか。いいよ、やりましょう。ダバ回復する、ありがとう。さあ行ってみようぜ。向こうになんかいるね。けっぱれけっぱれ。指をフル縛りしないと指を振る、指を振るね。あれで対戦すると結構ね盛り上がりますよね。何が起こるか分かんない。よっしゃ、効果抜群の格闘。うん、全然全然っす。ヤンヤンマだ。またちょっと焼き尽くしてあげましょう。はい、じゃあ次行くよ。ニョロゾか。水、水、草、よし。60になっても進化させてもらえないトンボさん。あ、言われてみれば確かにメガヤンマになれるのにね、なぜかトンボのまま、ヤンヤンマのまま。ニョロゾもこれアイテムでね、ニョロボンにすんだっけ、水の石かなんかで。勝った。ポケモン勝負を学ぶのに特化した学校なんだ。へえ。さあ穴っこ入ってみんべ。あ、モルペコじゃん。あれピカチュウかと思った。お、誰。あ、あの足はなんか見覚えありますね。意外と洞窟短かった？一緒に住もう。これでおしまいか。残りは明日にしよう。北上センターで表祭りが始まる。さっきやってましたね。みんなお面かぶって参加するお祭り。行きたいね。行きましょう。村の北西で地図はこれ。すごいっしょ。ちなみにヤンヤンマさんが進化するために必要な原子の力はルブ33で覚えるはずです。ん、ちなみにヤンヤンマが進化するために必要な原子の、あ、そうだった、技を覚えてから進化だ。
全然早いよね。トンボの進化のさせ方が分からずに来ちゃった感じはある。たまにあるからね。スングリの家、目的地に設定。よし、飛んでいこう。ん？下？下か？ほう。結構尖った岩がたくさん。どの辺だろうね、この辺か。よいしょー。お、あれかな。これ。うん、このお家っぽいんだけど、玄関どこ？玄関どこ？これか。違う。違うお宅に行ってしまった。ごめんなさい。どこ？これかな？軽トラ止まってる。ごめんください。ここっすね。この人は林間学校で一緒の。そうなんです、お友達なんですよね。え、そうなんだ。そうなんですよ。隣の晩御飯的なね。おばあちゃん、うん、田舎って感じっすね。いいな。ジンベエ出してあげるから一緒にお祭り行ってきな。おお、きれいんだジンベエ。はい、出来上がり。お、素敵。お札もらえた。おしゃれカード緑。なんだこれ、おしゃれカード緑。持ってるとブティックで買える品物が増える。髪型も増える。おー、お姉ちゃん、姉ちゃんも祭り行くんだね。お面は去年離れの倉庫にしまったはずよ。あ、もうどんどん話が進んでいく。姉ちゃんずるっこ。もうこの辺は一本道っすね、本当に。お面を取りに行こう。ここ地下。え、もうないじゃん。なんで？ちゃっかり来たわね。倉庫にお面2つしかなかったんだよね。まあそりゃそうだよね、2人だもんね。お面なしでいいですよ。また勝負？いや、バトル多いな。どんどんバトルするわ。もうでも負けないけどね。あ、モルペコかわいいな。
ポルペコ悪だからジンベエ姿に見とれていいよ。いや、そうはいかんよ。ああ、格闘があった、よかった。残った。効果抜群、やめなさいよ。やめません。ちょっと残ったね。ああ、回復された。違う、気合のたすきか。たすきがあったのね、オーラ車。あ、変わった。っていうか、一旦ごとに変わるのがちょっとね。たすきがむしゃらしないか。たすきがむしゃら。あ、なんだっけ。や、やばそ茶ってなんだ。やばそ茶。そのまま戦う。やばそ茶。誰。あ、あ、この子あれだ、さっき言った、なんだっけ、お茶の子、ポットデスの和風なやつの進化後か、多分。じゃあ、車湯は虫だね、炎。ストーリーが一本道でね、ちょっとね、なんだろうね、自由度があんまり今のところないんですが、うん、勝っちゃったね。ぐらいな。悪タイプ、格闘いけるか。あれ、ぐらいなって悪じゃなかった。あれ、多分悪だよね。頼れる相棒エルレード、行くぞ。おっしゃ、オッケー。お面こういうのいいな。生かすね。あ、なんだ、お祭りで買えんのか。じゃあいいや、いらんいらん。行くわよ。まあ気にすんなっていうね。北上センターでやってる。じゃあ行こう。表祭りに行こう。お、翡翠のガーディーだ。こんなんもいるんだ。
ょっと今地形がまだ分かってない。あっちこう行くんだね。新しい技マシン。おお、なんかお姉さんもちょっと違うね。またよろしくでーす。でここを登ってけば着くんだよね多分ね。おっとアイテム発見発見発見。脅ししがいっぱいいる。都会っ子に戦いはしませんよ。さてさてアイテムだけ持って、この上違うな、向こうか。道沿いをずっと進めばいいのかな。高見センターはこの上のはず。トレーナーいっぱいいるな。誰？ああ、この帽子。着いたね。おお、この子だよね。なんだっけ、オーガポンいるじゃん普通に。今日から何日か続く表祭り、確かにやってないっすねこんなのね。高見都会にも負けてないのね。まあよく言うそれ。あの田舎の人が都会の方になんかこう張り合っちゃう感じね。おもっこ様のお面、これ猿っすよね。マシマシラだっけ。ああ、そうそう、悪的な存在に憧れちゃうんすよね、あの小中学生はね。お、りんご飴いいね。あ、売ってるけど、どうすんだ。人間が食べると何とも言えない顔になる。ズリの実、あ、パワーつくやつだ普通に。
チビチビパワー、レイドパワー、あー、まあ今はいらんけど、祭り結構いろいろありますけど、できることってそんな少ないのか。かき氷、これもパワーつくやつだ。これはかき氷どうぞ。違うね。あーでもこんなもんなんだね。来てみてってどこで言ってる？お、ありがとうリゴアメウ。リンゴ飴ってでも食べないよね。食べんのかなみんな。なんかあんまり食べた記憶がないんすよね。え、今度はどこ行ったん？え？あ、これ？違う。君違う子。君違う子だ。ごめんよごめんよ。あの子どこ行ったん？上行った？どこかに行っちゃったよ。鬼退治フェス、なんだろうこれ。お題サービスありがとう。何すんのこれ。鬼退治、なんだこれ。ミニゲーム、スコア6390。けっぱるよこれは。どれどれ、どうすんの。ん？なんだ？水力タウンに昔から伝わる催し物です。たくさんの木の実を集めて木の実台まで運び、高得点を狙いましょう。木の実台って何？鬼バルーンを割ると木の実を拾えます。おー、そうなんだ。わかんないけどやってみよう。レベル1。おお、これか。これどうしたらいいの？これ割って割って、どんどん割って、ん？木の実を持ちきれない。一旦台にもう置いてこなきゃいけないんだ。乗せる乗せる。よし、 OK。 あー、何、終わりか。よくわかんな。レベル2。え、続くのこれ。
旦ちょっと帰ろうか。台はどこ？あそこだ。おりゃー。よっしゃ、あと青と緑か。欲張りす出現。ちょっと待って、あった青。なんか盗まれそう。やべ、いた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 、あいつだ。よっしゃ、盗んでる。待て、お前たち。ほら、ほら。終わった？終わってない。赤が足りない。なんだあいつら。欲張りつつにちょっと無理なんだけど。よし、帰ろう。オッケー、クリア。難しい。レベル2おしまい。次、あれ終われないのこれ、どうやって終わんの。もう終わりたいよ。スタート地点に戻る。はい。え、どうやって終わんのこれ。失敗するまで無理なのか。あー、もう終わりたい。ちょっとこれどうしよう。失敗しようか、わざと。時間まで。え、これ終われないんだ。来た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 。ほらほら、うわー、早く終わりたい。ちょっと終わんない。お前たち、あ、時間があと16秒。これで終わるか。終わった。途中キャンセルできないんだね。あ、でもまあまあ結構いろいろもらったね。やめる。なかなか難しいっすね。中央ノルマで右が取った数のような気がする。あ、それ全然今コメント読んでなかった、すいません。あ、オッケー。なんかよくわかんないわ。経験お守り持ってるとポケモンが、あー、あれね。はい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 。鬼バルーン割りキング。なるほど、こんな感じか。あ、なんかいた。これあいつだ。いた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 。
ちょっと見かけたけど、あいつ、いた。なんだ？ポケモンだよね、多分ね。中に人が入ってる的な感じの風貌でもあるけど、え？ポニ？不思議な子がお面越しに。そうなの？中に人がいるんだ。お祭り楽しい？ポニオ、ポニオ？誰？うん、あ、逃げた。誰あれ、ほんと誰？不思議な子を追いかけようなんだけど、ちょっとそろそろ時間かな。うん、まあなんか一本道でどんどんストーリーが進んでいっちゃうんで、まあ結構ね、なんだろうね、ほんと自由、ポケモンを捕まえてる暇が今んとこないっすね。で、まあとりあえず今回はこんなもんにしといて、まあストーリーはね、ちょっと個人的に進めちゃってもいいかもしんないね。他の部分っていうか、合間合間をやっぱり配信でっていう感じの方がいいかもしんないですね。ちょっと暇な時間ができちゃいそう。うん、まあいいか、とりあえず今回は以上となります。いや楽しいっすね、ポケモン。どんどん図鑑埋まっていく様子がもうすごい楽しい。それではまた次回よろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様です。